転したスタジアムでショーが始まり、グラウンド中央付近の世界地図を模したステージなどに配置された5つのリングを使い、空中に五輪のシンボルマークを作り上げてスタンドを沸かせた。閉会式終盤ではパリ五輪パラリンピック組織委員会のエスタンゲ会長と国際オリンピック委員会 IOC のバッハ会長が閉会の挨拶。バッハ会長は、あなた方のパフォーマンスはただただ素晴らしかった。 世界中の人々の心を踊らせた。人間の可能性がいかに偉大かを示してくれた。などと選手を称えた。その後、エスタンゲ会長からパリ市長へ五輪機が手渡され、さらにバッハ会長に渡った五輪機は、次期開催都市のロサンゼルス市長に手渡された。そして米国国家が斉唱されると、米国のスター俳優であるトム・クルーズさんがスタジアム最上部に姿を見せた。映画、 ミッションインポッシブルさながらに、グラウンドに降り立ったクルーズさんが五輪機を受け取ると、バイクでスタジアムを去り、パリからロサンゼルスへと五輪機を運ぶ映像が流れた。